はい、皆さんこんにちは、岸田と申します。本日はアトムの童第3話の徹底解説をしてまいります。まあ、面白いですね。もう3話まで来てもこの面白さ、熱さが続くかという感じで、やっぱりコンクールの日曜劇場の中で私は一番もう現時点で大好きだなっていう感じでございますけれども、本日も様々な角度からお話を進めていければと考えております。まずですね、まあ解説ではないんですけれども、やっぱり今回のこの第3話の一番のダイジェストというか、非常に多くの視聴者が共感をしていたなっていう部分が、まあ、那由他が言ったファンっていうのは最強なんですっていう言葉かなというふうに思います。ファンっていうのは最強なんです。いいところも悪いところも作り手以上に分かっているということで、でもそのファンがいるからこそ、ものづくり、人のものづくりっていうのは意義を持つ時もあるし、まあなんかその、これって多分だからいろんなファンがなんか共感していたイメージですね。視聴者さん見ていても。だから視聴者の方の中で、例えばディズニーオタク、鉄道オタクとかアイドルオタクとかいろんなオタクが要はいらっしゃるわけじゃないですか。ミリタリーオタク、航空オタクとかいろいろいますよね。だからそういった各オタクにおいて、その、ファンっていう言葉イコール、まあ、ニアリイコールオタクにしちゃいますけれども、は最強なんですと。だからいいところは、すごくそれがいいと思ってるからこそファンになるわけだし、突き詰めるからオタクになるわけであると。だけれども、そういう風になってくると当然やっぱり悪いところも見えてくる。好きなものの一種正義感が暴走することもあるんですけれども、まあ、悪いところも作り手以上に分かっていると。でもやっぱりそういう人物って素敵だし、その熱狂が結局ブームであるとか、それこそ制作、クリエイター自身を動かすよねって部分があるので、なんか私としてもここの部分すごく刺さる部分がありましたね。まあ、本業の方でもクリエイティブにやらなきゃいけない部分私ありますので、なんかすごく素敵な言葉というか、ファンっていうのは最強だし、ファンって素敵だよねっていうのを改めて、なんか自分がファンを作る作らないって話に限らず、この YouTube 含めてねって話に限らず、何かのファンになる、何かのファンでいるってことの素敵さもなんかこの言葉に集約されていたなというふうに思って、素敵な脚本だなというふうに思いました。はい、その上で第3話の解釈整理からしていければと思うんですけども、今回の第3話、まあ、当然別に難しい話ではないんですけれども、第1話、第2話と比べて、ちょっと違う解釈が、できるというか、立ち位置の回だったなというふうに思いました。まあ、それぞれ整理してみると、第1話というのは、まあ、物語のスタートと過去を紹介していたなというふうに思いました。まあ、第1話なんでゲームのこういう話始めますよっていう上で、那由他というのが主人公ですよ。今ゲーム作ってないんですよ。ある事情からっていうのが示されて、一方でアトム玩具はアトム玩具でなかなか経営うまくいってないんですよと、火事になっちゃったんですよ。そんな中で、まあ、海が新しく、社長となって立て直そうとしますよ。二人が出会いましたよ。で、アトム玩具でゲーム作っていきましょうねっていう、まあ、そのベースの部分が作られましたよ。で、第2話ではハヤトが、追加で、まあ、仲間となりまして、ハヤト昔、今は、SAGASにいて、で昔は那由他とゲームを作っていたけれども、まあ、SAGASにゲームの権利持ってかれてしまったので、まあ、それで荒野が自殺してしまったことから、まあ、2人は仲違いしてしまいましたよと。しかもそのゲームを取られたね、SAGASに就職したということで、裏切り者みたいな感じで、なっていましたよと。だけれども、ハヤトの真相っていうのは、SAGASで、まあ、一種対等することによって、ゲームの権利をジョン・ドゥに戻すってことを画策しようとしていたってことが分かったので、結果的に和解をして、新たに一緒にゲームを作り始めると。まあ、この3人のチームができるというのが第2話でございました。という感じで、1話は1話、2話は2話でこう、土台、裾野が広がっていったっていう感じでございましたけれども、今回の第3話に関しては、まあ、第1話からなんとなく怪しいなと思っていた、まあ、支店長陣営の悪さというのが、まあ、興津はもともと悪そうに見えますけれども、支店長やっぱりダメだったなと。で、財務顧問も多分ね、グルだなみたいな感じ含めて、まあ、グルじゃないかも説はあるので、後ほど検証しますけれども、まあその辺がこう炙り出されていたけれども、今回特段何も解決してないんですよね。5000万円が必要な状態になっても、それは来週以降の話だし、で、ゲームのデータも消失してしまってて、何も解決していないんですよ。なので、突破口は見えました。そのインド人の社長がうんぬんとか、突破口は見えたけれども、一難去ってまた一難で、今回何も解決していないので、1話は1話完結、2話は2話完結でしたけども、3話っていうのはあくまでも3話と4話のセットで一種1話というふうに考えてよろしいのかなと。だからこう面白いところまで見せて、来週どうなの、来週どうなのって感じは第1話第2話よりも非常に強かったのかなっていうふうに私個人としては思いました。で、そんな中でストーリーのポイントをかいつまみながら解釈していければと思うんですけれども、今回のミッションは5000万円を確保せよでいろいろと立ち回るというのが実質的な主題となっておりました。まず話が一気に1年後に動いていたのは、私個人的にはすごく、なんていうか、好感を用いました。やっぱりゲームであるとかそういうクリエイティブなものっていうのは、アイディアはその一瞬のひらめきによって数分数時間で決することはあるかもしれないですけれども、それをゲームを作っていく、クリエイティブなものを何かしていくっていう風になった時に、数日数ヶ月では終わらないということは多分ざらにしてありますので、それこそこういう、なんて言えばいいの、デジタルなクリエイティブをしている方々からした時に、3ヶ月後とかでゲームのプロトなんつうの、もうほぼほぼ完成がバチンってできてると、お前ゲーム業界のコス舐めてんのみたいな話になったりしますので、それがやっぱり1年かかってゲームのベースが出来上がってきていて、その上でまだ完全には出来上がっていないっていうことは、非常にその辺こう真摯に描く上では良かったのかなっていうふうに思いました。で、合わせて融資に関しても、やっぱりなんか融資されて1ヶ月から3ヶ月で返せっていうのは、なんていうと、銀行側の横暴さがあまりに目に見えますので、それはちょっと微妙だなっていうふうに思いましたけれど、思ってたので不安だったんですけど、結局1年後にその融資の繰り越しができないって形で返済するっていうのが、まあ意地悪ではありますけれども、セオリー的にはこれが銀行側が何か違法なことをしているって状態ではございませんので、まあ、裏でね、インサイダーじゃないけれども、オキシと組んでるのは良くないですよ。倫理的に良くないけども、まあまあ法的にどうこうじゃないので、融資を返済するってところに関しては一種のセオリーとして、まあ、暴論ではないのかなというふうに思いました。で、今回この興津と支店長からすると、この融資5000万っていうのは多分、どうにもこうにも確保できないだろうっていうことは、まあ興津に関しても支店長に関しても一旦はまず織り込むというか、そういう予想をしていたと思います。ですので5000万が用意できないっていうふうになったら、基本的に2パターンで、まあ、倒産をするか、不渡りを起こして倒産をするか、どこかに買収をしてもらうかという、この2パターンしかないと。で、買収するに関しては極力いい条件の方に買収される必要があるので、まあ、それは実質的にSAGASであるというふうになりますので、SAGASがもしこれによって買収すれば、結果的にはアトム玩具の知的財産っていうのはSAGASのものになるので万々歳じゃないですか。でももしここでSAGASへの買収を拒否して、まあ5000万円不当たりにして会社が倒産させた場合も、銀行が5000万円担保を持っているわけでございますので、結果的にアトム玩具の知的財産が銀行が所有できると。で、その銀行が結果的にそれをSAGASに、まあ便宜上は売ればいいわけでございますので、まあどの道とにかく5000万円が確保できなければ、どっちみちアトム玩具の知的財産はSAGASに渡るという構図が作られているので、まあずる賢いしうざいですけれども、うまくやっているなって感じですよね。まあ今回この面白かったのが、そういう感じで非常に嫌なミッションではありましたけども、この5000万円確保のミッションによって、結構敵を前にこの主人公陣営、アトム玩具陣営がみんながこう、那由他と隼人含めて一枚岩になっていく感じが、非常にザ・日曜劇場感もあって、下町ロケット感があって、私としては面白いなというふうに思いましたね。で、実質的陣営に関してなんですけれども、まあ、前回の時点で私こういう図を出しておりまして、この図に関しては特にまあ間違いではなさそうだったので、やっぱり支店長こっちだしって感じで、まあ、こういう図なわけでございますけれども、まあ、その上で今回気になるのが2名ですね。まあ、要はこの2人は一旦置いといてなんですけれども、気になるのが今回はパブリッシャーの相良、それからちょっとここになんで載せてくれないんだろうと思うんですけれども、財務顧問の鳥貝か、鵜飼、ごめんなさい、鵜飼ですね。財務顧問の鵜飼の2人がやっぱり気になりますよね。まず財務顧問に関しては、まあ、なんかのらりくらりふわりとしておりますけれども、那由他と話した後で、娘が1人いるんですって話して、那由他に車で送ってってもらった後で、スマホの待ち受けを見たら、奥さんと娘さんの2人だったじゃないですか。だから、まあ、家族がいるという、娘がいるんですっていうのは嘘ではなかったわけですよね。で、ところどころこのアトム玩具の、なんていうんだろうな、チームの熱い感っていうのを見ている目が、なんか冷めた眼差しじゃなくて、こう熱い眼差しというか、なんか時にこう共感してるんじゃないかなっていう眼差しを持っているので、この鵜飼が果たして来週どう動くのかってところ、非常に楽しみですね。まあね、当初はね、今回の最後ゲームのデータが消失してたじゃないですか。で、あれも人為的に作為的にやられてるのは間違いないと思うんですけど、来週のね予告映像を見るとなんとなくやっぱりこの鵜飼がゲームのデータを消したっぽいっていうのが匂うんですよ。で視聴者さんの SNS とかも見てみるとなんか怪しすぎて実はやってないんじゃないかと。だから要は相良がやったとか他の人間がデータを消失したんじゃないか疑惑があるんですけれども、私も一瞬それ思ったんですよ。なんですけど来週の予告映像を見るとねパソコンを鵜飼が改めて懐中電灯で中に侵入してきてパソコンをこういじるのが映像で入ってるんですよ。だから何もしていないことがないんですよね。その行動が守るための可能性もゼロじゃないかもだけれども、ただ支店長がなんかもう一回データを消せって言ってお前の家族がうんたらかんたらとか言っていたので、なんか鵜飼が弱みを握られていて消してしまったのかなというふうには思うんですが、一方でね今回その全てのデータが消えた時にみんな衝撃の表情を1人ずつ映すんですけど、その時鵜飼の表情も映ったんですよ。そのデータが全部消えてピンクになっちゃった時にね映ったんですけど、そのね表情が目元がこうピリピリってこうなんか頬が動くような感じで本当に衝撃を受けてるっぽかったんですよ。だからそれだけ見るとあれ鵜飼じゃないのかなと。でも来週パソコンは触っている、どういうこっちゃと非常に気になる部分があるんですよね。来週はね多分なんだかんだ言ってバックアップか、うまくまたデータが再構築できてっていうなる展開は間違いないと思うんですけども、なぜ鵜飼がパソコンをいじっていたのかがまだわからないので、ここ非常に楽しみな部分です。でどっちかっていうともっとやべえなと思うのがパブリッシャーの相良の方で、相良さんの方ですけれども、一応鵜飼に関してはあくまでも支店長の言いなりなので、弱みは握られていると。彼自身がデータを消失したとしても彼の意思でやってるわけではないので、来週ちょっとキーパーソンになるかなと思うんですけども、パブリッシャーの相良がちょっと不明すぎて面白いです見ている分には面白いなというふうに思ってるんですけども、とりあえず興津と支店長の今のこの画策の構想外にこの2人がいることは間違いないです。あくまでも手先、鵜飼は手先で、相良今回なんか最終的には興津社長と会食してましたけれども、最初からタッグで今回このような感じでゲームプレゼンの場に出させたってことではなさそうだなっていうふうに思いますね。その上でちょっと怖えなと思うのがこれはさすがにないと思うんだけど、一応ねちょっと一瞬思ったんで説明しておきますね。これ興津が実は敵じゃなくて相良が最終的な敵とかだったらどうすかみたいな感じのところがあるんですよね。どういうことかっていうと、要は荒野がその前にねもともと学生だった時に那由他と隼人のゲーム、ジョン・ドゥのゲームをSAGASにこう売り込んだと。でその売り込んだ時に興津自身はそれこそ例えばちゃんと買収をどうこうとかいろいろと正規のセオリーを考えていたけれども、そこで何かしらパブリッシャーで昔から活躍している相良が、契約書のその悪知恵であるとか何かいろいろなことを画策した上であのようになってしまったとか。だから今回で言うとアトム玩具の味方で今後も相良は居続けつつ、タイミングを見て、それこそ同じ使い方できないですけれども、アイディアを盗むなり何なり何かを、そのSAGAS側に提供することで便宜を図り、彼女自身が儲けようとするとか、そういったことっていうのもちょっとなんとなくこう妄想してしまったんですけども、さすがに理論これは飛躍しすぎだなと思いつつ、一応脳裏に一瞬よぎったので一応発言をしておきます。ここで外れたら外れたでいいし、当たったらほら言った通りでしょっていう風に調子に乗ってドヤ顔でいきますのでね。でも言っても一応第1話の時点で興津はやっぱり売上至上主義でレビューを気にしていなかったりとかもしたので、やっぱり興津をここから善人に仕立て上げるのは難しい部分っていうのは正直あると。どうなんだろうね。ちょっとやっぱりでもざわざわしますね。相良がざわざわしてきたなというふうに思いました。鵜飼はね寝返りますよ、きっと寝返ると思うんですけど、気になる部分っていうのがありました。はい。で興津の思い通りに進んでいないってどういうことかというと、完全に解釈の話なんですけれども、今回興津の横やりがいろいろと入ったわけじゃないですか。5000万円の件っていうか、まあそれによってこうなっちゃってるんですけども、でも5000万円の券があることによって今回よりこのアトムガンが一枚岩となり、みんなで営業したりとか、みんなでプレゼンしたりとか練習したりとか、そういう流れに話が進んでいったので、興津が横やりを入れれば入れるほどアトムガンがどんどん結束している状態なんですよね。でしかも那由他と隼人は今までだったらゲームを作るだけに、まあ、要は完全に専念をして、で要は資金繰りの方に関してはみんなに任せるってことをしていたけれども、みんなでやっぱりワンチームだってことで、そっちも自分たちがちゃんと頑張って入っていこうというふうに思っていたので、その辺の行動を変えているので、完全にやっぱり興津の横やりによって逆にもろもろ状況が改善していってる。その目の前に課題は作っちゃってるけども、それによってアトム玩具っていうもの自体が、組織自体が結束を深めていってますよね。でしかも今回はまだ話途中でしたけれども、まあ、5000万円の融資に関しても結局その現場にいた興津の要は息のかかった人たちは5000万円出してくれなかったけれども、だけど干渉できる人はにはくれなかったけど、その外側のそのインド人の経営者の話出てきたじゃないですか。それと興津がコントロールできない外側の話じゃないですか。だからそういう外側に多分味方が生まれていくの気配が見えてきているので、この辺下町ロケットとか陸王とかね、そういった感じ含めて、まあ、なんかこう日曜劇場として熱い展開がこうなんか匂うなっていうふうに思いましたね。はい。で、海を荒野の二の舞にさせないということで、まあ海がやっぱり資金繰りの部分で今回悩んでしまっていて、ちょっと追い詰められそうになっているってことを、那由他と隼人双方が、危機感を抱きました。これいい展開でしたね。なぜなら私の前回第2話のサムネイル、こんなことこういうサムネイルだったんですよ。予想通りだったんですけど、やっぱり荒野と海が被る不安っていうことを言っていて、しかもそれがこう物語の最終盤じゃなくて3話で描かれたので、まあ、目の前の課題をちゃんと私拾えていてよかったなと思ったんですけれども、まあ、2人が被るけれども、まあ、だからゲームの開発をやめるんじゃなくて、自分たちもちゃんと資金繰りというかワンチームとして、まあ、そこに入っていくことで彼女の負担を軽減しようというふうに考えたわけでございましたので、その辺なんか二の舞にさせないっていうことで、まあ、過去の失敗をちゃんと未来の糧にするっていう、まあ、我々社会人からしても当たり前にやるべきことではございますけれども、なんかそういった側面が、見えていたのがすごく良かったなっていうふうに思いましたね。はい。その流れの中でデータ消失に関する話、今回出てきましたけども、データ消失に関するまず考えなんですけれども、まず私ゲーム開発を全くやったことがないのでわからないんですけれども、基本的に現代のテクノロジー下においての様々な開発っていうのは、もろもろそういう不可抗力に対してバックアップを必ず取っていると思いますよ。それこそパソコンが壊れた時に、パソコンが電源がいきなりつかなくなるってこと今あるんですよ。私この間あったの、それ。仕事のパソコンってもうこれぐらいで言っても大丈夫だよ、別に。仕事のパソコンって私が普段家で使ってるパソコン、まあ、ここにあるこのプレゼンをしているこのパソコンじゃなくて、別で仕事用のパソコンを支給されて使ってるんですけども、Mac なんです。普通 Mac なんだけど、電源が本当につかなくなったんですよ。全然古いパソコンじゃないのよ。古いパソコンじゃない、いきなり電源がつかなくなって、やべえってなって、この間変えてもらったんですけども、本当に電源がいきなりつかなくなるってこと、現代にはあるわけですよ。なので、そういうふうな時にバックアップは必ず取ると思いますし、もろバックアップに関しても、それこそクラウドに置いておくとクラウドがやられたら終わりなので、二重三重にバックアップ取るというのが普通だと思うんですけれども、まあ、今回に関しては、まあ、多分、まあ、アトム玩具の中にあって、まあ、多分それこそクラウドに置いていたとしても、それら全てをそのパソコンからアクセスできる範囲に置いて全てを消失させられてしまったっていう考えでいいのかなというふうに思います。だからバックアップ取れよとか、そういった多分考えとかもあるんですけども、その要は USB メモリであるとか、そのハードディスクであるとか、そういった現物じゃないとこのクラウド保存までは多分しつつ、そこから先の現物保存っていうのを外部データでしていなかったと思うんで、そこはやっぱり信用しきってのことだと思いますので、まあ、仕方がないのかなというふうに思います。起きうることだなというふうに思ったので、まあ、いろいろな考えとかデータセキュリティに詳しい人とかは突っ込みしてると思いますけども、まあ、それができなくてデータ消失するっていうことはいくらでもね、今現代でもあるじゃないですか。この間だってどこだっけ、ちょっと会社名忘れたんで、ちょっと無責任なんであんま細かいこと言わないですけども、要は情報漏洩ってよくあるんですけど、個人情報の流出ってたまにこうよくあるというか、まあ、あったら謝罪会見とかプレスリリース出たりとかしますけれども、データ消失ってどっかであったんですよね。この間その顧客データを消失してしまいましたということがあって、それでまあお詫び出ていたので、要は社内でその多分デジタルデータを消失してしまったってことなんで、ハードディスクを盗まれたって意味じゃなくて、本当に消しちゃったって意味だと思うんですけれども、そういうこともたまに起こり得ますので、まあ、どちらかというとそういうことが現実世界の大きい会社でも起きうるので、起きちゃいけないんだけども起こりうることとして、まあ今回は起きてしまったという感じですよね。しかも今回はほら消されてしまったってことだからね、確実にね。まあ、犯人は来週分かるんで、それによってもうちょっと分かってくるかなと思うんで、まあまあそこはドラマですし、多めに見ましょうねという感じですね。で、そのデータ聴取に関しての考察なんですけれども、基本的には、鵜飼がやったという考えでよろしいのかなというふうに思います。まあ、支店長が指示をして鵜飼がやったっていうのが基本的な路線だけで、っていうのは来週の予告映像で鵜飼がパソコンを触っているので、それが予想通りの展開で、予想通りの展開をした上で予想外の展開、鵜飼が寝返るっていうのまで来週描かれると熱いんですけど、まあ、それが一応基本的な予想ですね。でも一方で実は今回のデータ消失に関して、実は1回目のデータ消失は鵜飼は何も関わっていなくて他の人間が関わっている。まあ、アトム玩具のじいさんがやってるとかそういうことはまずないと思いますけれども、まあ、それこそ、相良がやっているとか、まあ、いろいろなことって考えられなくはないので、まあ、塗料の木馬的な感じでね、パソコン自体にウイルスをこう仕組まれて遠隔で消されるとか、そういったことで、ね、やろうと思えばできますので、まあ、その辺含めてとりあえず基本的には鵜飼か相良かなというような予想を私はしております。で、その上でまあ来週そのインド人のプレゼンまでにデータを復旧させなきゃいけないということで、最短でも30日ってことだったので、まあ残っているバックアップの設計図であるとかそういったものとかもろもろを使ってなのかわからないですけども、とにかく外注で口論になるみたいですけど、那由他と隼人がまあ部分的に残っているバックアップの復旧であるとか、まあなんかデータ復旧であるとかね、そういったものでなんとか対応していくんじゃないかなというふうに思いますよと。まあそこはなんとかなるのかなと思います。大変だけどね、なんとかなるのかなと思うんですけど、そこでもう一回消されるって方に関しては多分念には念を入れて、それこそなんか誰かがパソコンをいじったら、外側で誰がいじったか分かるようにするとか、アトム玩具でそのまあ鵜飼が要は来週パソコンいじろうとする場面があったので、潜んで見ていてね、よくあるパターンですけども。コソコソってやろうと思った瞬間電気がつくみたいな、お前だったのかみたいな感じとか、日曜劇場だったら本当そんなスタンダードの予想通りでも面白いので、まあそうなのかなと思いますけれどもね。でもその上で鵜飼の真相がなんかこう明らかになってくると面白いのかなと。で、寝返ったら強いよねって感じですよね。はい、まあなのでこう解説というか考察の部分に関しては大体そんな感じかなっていうところでございますよね。まあ、その上で一応感想4点なんですけれども、まずね、アトム玩具の社風めっちゃ良くないですか？めっちゃいいなと思っていて、やっぱりこうなんかみんなでワンチーム感でコミュニケーションが取れる空間って素敵だなと思うし、私が今後ああいう規模感の会社に入ることはなさそうな気がするんですけれども、で、なんか全員目が届くところでみんなで仕事をしていくっていうのは小さい組織でもやっぱり楽しそうだなと思いますよね。ただね、私あれなんですよ、どうでもいいんですけども、私一応農家での長男なので、そのうちですね、一応畑を継がなきゃいけなくて、で、畑って基本的に不動産投資とかもできないし、やるつもりもないんですけれども、基本だから農業を継がなきゃいけないんですね。なので、そういう風になった時に、自分の家族だけでの農業とかじゃなくて、なんかそういったね、農業やりたい人とかをこう募って、そういったことを、まあまだ10年、20年、30年先の話になると思います。そういうことできたらなんか面白そうだなと思ったりしました。はい。で、引き続きもう、これなんか私の好みの範囲なのかもしんないですけれども、岸由紀乃さんが相変わらずいいですね。なんかね、合ってる。なんか、だからこれこの後その話もする。松下洸平さんと山崎賢人さんの二人の上に立つのに、なんか絶妙な塩梅というか、なんか、やっぱりこういう若い女性が老舗玩具店の、ね、3代目社長2代目3代目だよね、社長になるとかってのはあまりないですけれども、なんかでもなんか不自然感がないというか、で、そのまっすぐな感じとかも含めてやっぱりなんかドハマりしてるなっていう、なんか隼人と那由他を応援したい気持ちはもちろんあるし、まあ、それは別に疑いはないんですよ。気持ちとして疑いはないんだけれども、でもなんかそれにも増して海を応援したくなる感じっていうのが私はドラマから感じますね。で、そこの上での山崎賢人さんと、松下洸平さんのこのケミストリーっていうのは相変わらずいいなって思いますし、あとね、音楽いいですね。一曲そのメインのタンタンタンタランタンタラランっていうだけじゃなくて、今回で言うと、ファンっていうのは最強なんですって言った時にかかってた感動的な音楽もそうだし、ちょっとこう、何曲もね、こう耳に残る音楽で、ね、テレビドラマのサウンドトラックってこれ普通、通例なんですけれども、ドラマ作りながら音楽も増やしていってるので、サントラが最終月に発売なんですよ、毎月。だから3ヶ月目に発売なんで、普通に考えると多分、だから今回のアトムのこのサウンドトラックは12月には多分発売になると思うんで、まだあと1ヶ月以上は多分聴けないんで、テーマ曲だけでも先行リリースしてほしいなって思います。よくあるんですよ。TBS のドラマって1曲先行2週間早くリリースとかあるんですけども、ぜひ11月中に出してほしいななんて思ったりもいたします。そんなところでございますかね。はい。ということで、なので第3話はあくまでもまだ途中経過で終わりましたので、来週第4話を見ると一種また物語が一つ帰結して、またその次のステップに、物語が進んでいくんじゃないかなというふうに思います。とにかくまず今回はデータ消失の犯人誰っていうのが来週に持ち越しになっているのと合わせて、パブリッシャーの相良がちょっと怪しいぞと、彼女の真相は何なんだというのが、疑問点として浮かんできたので、この辺注視しながら来週以降また改めて楽しんで視聴していければと考えております。またこの動画は月曜日にアップしておりますけれども、火曜日にはですね、俳優名で解説という一部の方に好評なコンテンツもアップしておりますので、もしよろしければそちらの動画も後々ご視聴いただければと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。